アイドルの側からの言葉セリフみたいなのも、もう本当にバチンバチンと。どうも、源健太郎です。僕はね、今アイドルに関わる仕事をしてますけど、そのアイドルの仕事だけをずっと人生でやってたわけじゃなくて、実際にはまあちょっと秋葉原とかアイドルとかに関わる仕事をまあやってた時期があって、その後完全にそういうジャンルからもう退いて、まあ自分でお店をね、経営でもしてたんで、そういう自分でお店をやってまあ生きてる時代っていうのが何年かあったんですよ。でその僕がこうまたちょっとアイドルとかそういったものに関わる仕事を始めようかなとこう思ったっていうきっかけが一応あるんですけど、それがね、アイドルマスターなんですよね。ゲームで言うとアイドルマスター2で、いわゆるアニマスっていう、最初のね、アイドルマスターのアニメのシリーズなんですけど、あれをもうね、リアルタイムじゃなくて、あれがもう終わってちょっとしばらく経ってからぐらいの時に、たまたま、まあ、知人がとか、まあ、たまたま仕事で誰かと喋ってるか、誰かがね、それほどはっきりしないんだよ。だから俺の運命を変えた人、誰かがアイドルマスター面白いですよみたいな、なんかそれを言って、で当時そのバンダイチャンネルっていう、そのバンダイ そのアニメチャンネルみたいなやつを契約して見たっていうのが始まりなんですよね。でその時に、僕はね、結構そのあのアニメってさ、まあ、こうナムコプロのタレントさんたちもいっぱいいるけど、まあ、主役はそのプロデューサーさんじゃないですか、まあ、いわばプロデューサー目線でその所属タレントを描いていくっていうような、まあ、構図のね、まあ、アニメで、僕が人生で初めていわゆる地下アイドルみたいなグループを作ったのが今から12年前、3年前ぐらいなんですよね。で僕はまだ20代だったんですよ。20代後半の時に作って、でやっぱりこう自分が分かって買ったりとか、そういった部分もあって、まあ、そういう資金力的な部分だったりとか、まあ、なかなか経験値のなさで、まあ、やっぱ1年持たなかったんですよね。初めてね、自分がまあアイドルプロデューサーとしてというか、まあ、頑張っていろんな苦労をしたあの状況が、そのアイドルマスターのナムコプロのプロデューサーさんのいろんなね、こう見ていく光景や起こっていく問題と、もうことごとくリンクしたんですよ。本当にことごとくリンクして、まあ別にアイドルマスターっていわゆる地下アイドルを描いたそのね、設定ではないけどもね、あの本当にもうその時のこういろんな苦しみや、そのアイドルの側からの言葉セリフみたいなのも、もう本当にバチンバチンとこうリンクして、うわすげえこのアニメと思って、もうポロ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 、まあ実際出たかわかんないですけども、もう涙のね、こう感動を動かしたんですよ。でうわーすごいなーって、でもそこからそこでどんどんこうね、成長物語をこう見ることによって、いや俺ももう一度ね、挑戦したいと。であの時はだからまだ20代だったけど、だから今はその時がちょうどだから33とか4とか、ほんと5、6年前ぐらいですよ。5、6年前ぐらいからちょっとそのまたアイドルと関わるような仕事を作るような、アイドル作るような仕事をまたチャレンジしようかなと思い出して、僕は準備を始めたんですよね。でもだからそこまで、まあ、ほんの3年とかその時は3、4年ぐらい本当にこうアイドルとかそういったタレントとかと関わるような仕事を一切やめて、普通にお店をやったりとかして生きてたので、その全然もう今の状況わかんないと。で僕が20代で初めてそのアイドルを作ったような地下アイドルの状況もわからないと、まあ、いうような状況だったんで、まあ、それをまあ一からまあ勉強しようということで、まあ、そういう系統の人たちが働くとかバイトするとか、そのアイドルを目指す女の子とかがバイトするような系統の、例えばお店を作ろうとか、そういう子たちの役に立つようなサービスを作ろうみたいなのを、実は僕30代前半の時に始めたんですよね。でそこからまあいろんなプロダクションの方ともまあ付き合いできるけども、やっぱね、何年かこうあれ、ね、ブランク空いてるとさ、あの全然付き合いもなくなるし、当然潰れてるプロダクションもね、知り合いの付き合ったプロダクションも潰れてたりもするし、ちょうどその最中でライブアイドルがバーッと増えてさ、なんかよくわかんないプロダクションみたいなのもブワーッ増えてたから、うん、だからその辺のこういろんな付き合いとかも含めて、まあ、そう6年前ぐらいから徐々に付き合い戻しながら、こう、まあ、タレント目指す女の子たちともこう知り合って話を聞いたりもしながら、まあ、僕なりにいろいろこう準備をして、
今になるという感じなんですよね。だから僕がねまたアイドルの仕事を始めようかなと思ってから、まあ、今ね僕のことを知ってる方で僕が今年の頭ぐらいまでやってた秋葉原の、ね、イベントスペースライブスペースご存知の方いると思うんですけど、あそこを始めたのは3年ぐらい前なんで、実際はさらにもうその3年ぐらい前から僕はそのための準備っていうのを始めてたんですよね。でその後の3年後にそういうじゃあライブを本格的に勉強しようってまたもう一歩ステップアップして、そのイベントスペースを始めて、そこでまた3年間勉強して、で今のような、でその今と同時にコロナショックが起きて思ってた通りにいかなくなったというような、まあこうやっぱ人生すごろくみたいで面白いなという感じなんですけど、それぐらい、まあ、僕みたいな末端で無名の世界でちまちまとこう何かを始める人ですら、そうやって5年6年ぐらいここに到達するためにこう準備や、ね、経験いろんな積み上げをして実は始めてたりするんですよね、うん、なのでやっぱりこう昨日今日アイドル作るぞって思った人たちには、まあ、僕は負けないと思うんですけども、うん、まあだからそんなね、そんな感じで僕を奮い立たせてくれたのはあのねアイドルマスターだったんですよね、本当に。いやー、だからね、あの時アイドルマスターを見てなければ僕は今もこうアイドルを作る仕事なんかやってないと思いますしね、普通にその時やってたような仕事でずっと続けてたのかなという感じもしますから、僕のねこう30代のこう運命を変えたアニメ、うん、それは実はアイドルマスターなんですよね。アイドルマスター2はやり込みましたよ、その当時。その通り全キャラクリアは当然してますし、当時、ね、PS3 か PS3 で、結構やり込みましたけどね、うん、まあなんで、アイドルマスターがきっかけで、まあ、こうアイドルの世界で、僕はだから一度20代の時にアイドルとかそういった仕事やって、まあ、ちょっと失敗とかもしてそれ以外の商売をやってたんだけど、またアイドルマスターによって戻ってきたというようなお話です。これなんかアイドルマスターの話をしたかったのか俺の話をしたかったのかよくわかんないですけど、あの今後こんな感じで僕がどういう経緯で今に至るのかみたいな話もね、機会があればどん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 動画で出していきたいなと思います。というわけで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録お願いします。